今週も土曜日4時10分がやってまいりました。あなたの日々のイライラをすっきりリラックスしてしまう20分間、それではいきましょう。たまりのリラックス、略してたまりラー。はい、はい、ということで大村慎吾さん、お話ししないまでもですね、鼻をすする音が2回入りましたけども大丈夫ですか？すいません。いや、もう鳴ってるんですか？なんか鳴ってますね、アレルギー性鼻炎に。アレルギー性鼻炎になってるわけですね。はい。大村さん、体調は大丈夫ですか？体調は大丈夫ですね。もう今の時期、ちょっとでもちょっと体だるいかもとか言った瞬間にも検査ですからね、大村さん、これは。うちさんの12月から1月にかけての症状と同じですね。あれひどかったもんね。あれは確かに高熱も出ました。だるい、倦怠感もありました。ご飯も喉を通らない、ね、3日間断食にもなりましたけれども、インフルエンザの疑いです、あれはね。あれコロナです。12月の末ですから、あれ、まだ日本にはだって大村さん来てないですよね、あれきっと。来てます。来てます。実はね。来てるんです、実は。これね、京大の先生が発表したことがありましたね。京大の先生？ええ。で、コロナは実は2019年から来てるんです。これは偉いこと言いましたよ、これ。ね。で、2019年、なぜかというとですね、インフルエンザとかコロナウイルスとかっていうのはですね、その一定の体に占める割合を譲り合うんですね。分布図があるんですよ。インフルエンザ君とコロナ君でこう分け合うってことですか？分け合うんですね。まあ、ウイルスって領土を分け合うんですよ。へえ。だから、インフルエンザが、はびこってるときは、コロナウイルスっていうのは少ないんです。ちょっとじゃあ、インフルエンザ先輩にこう、気使って。譲るみたいな。気使って。ここは大丈夫ですって言って、前にインフルエンザ先譲る、ね。そうなんですよ。で、コロナ君がわーって増えたときは、インフルエンザ先輩はわーって下がるんです。あ、よくできた先輩で、それ。そうなんですよ。だから、それは、100の土地を、それ以上取り合えないから。はあ、なるほど。だから、私の年末のインフルエンザっぽいやつも、ね、インフルエンザ側がちょっと多かっただけであって、あれコロナなんです。それで、これ、ね、何を言いたいかというと、2019年のインフルエンザの、はい、患者数がすごい少ないんですよ。あ、なるほど。ってことは、僕たち日本人は、全然コロナウイルス、今みたいなね、コロナウイルスだっていうことを知らずに普通の風邪として、コロナウイルスって風邪の一種なので、コロナウイルスにも2019年にもうすでに流行ってたんです。だからコロナ、インフルエンザ患者が少なかったんです、2019年。ということは私のその年末から年始にかけての具合悪いやつはコロナです。コロナ。それでね、これはね、コロナの S 型っていうふうに呼んでるんですけど、それが2019年にかなりもう日本には蔓延してたんですよ。うん。で、それで、2019年の年末ぐらいから1月、2月、3月にかけて、コロナのまた違う何型っていうのが来るんですね。うん、で、これが武漢とかで流行ってるやつなんですよ。なるほど。で、これが来た時に、日本人は、その S 型というのが、結構みんな持っていたので、抗体になったんです。なるほど。これが、もうこれ、なんだろう、本当にもう偶然が助けたというのかもしれないんだけど、日本が武漢から入ってくる人を、武漢からは止めましたけど、中国からは開けてましたよね。はいはいはい。なので、中国から入ってきた人たちが、その抗体、その菌をも、ウイルスを持って、日本に多分結構来てたんですよ。うん、はい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 、うん。だから日本人はそれの時に、もともと持っていた S 型っていうのと、その武漢型っていう、両方を、こう、持てたことになったんですよ。
はあ、たまたま、ね、なので、たまたま。で、その次にやってきたヨーロッパで流行ったやつ。これもコロナの、その、ちょっと変異したやつなんだけど、こいつが来た時に、その、二つ持っていた抗体があったから、それに罹患しなかったんです。はあ、確かに全国的に見たらすごい少ない方ですもんね、日本ってね。ええ。っていうのじゃないかと。いうのがね、これ、京大のね、あの、感染の学の、が、いろんな、すべての統計を出して、数式をいろいろ当てはめて、出したことを、今、すごくこう簡単に言っちゃったんだけど。なるほど。はいはいはい。まあ、そういう説が一個あるよということですよね。そうなんです。だから、彼らから言わすと、4月にですね、経済的な、その、経済的な影響をすごく与えた封鎖。緊急事態宣言っていうのは、やる意味はないですって彼らは言ってたみたい。そもそも。ええ。はあ。だって知らない間にもしこれ蔓延してたんだったら、もうね、知らないまま結構普通に超えてきたじゃないかってことになりますよね。そうなんです、そうなんです。だから、必要のない、恐れをね、マスコミは、喧伝をして、で、それに国民は踊らされて怖いというふうに思って、そして、挙句の果てに規制をしちゃったという。というのが今じゃないかという、まあ、一つの説というね、これね。そうです。一つの説ですね。はい。まあ、でも皆さんもうね、今日から8月1日でもう土曜日ね、8月に入りましたけども、まあ、引き続き、ね、手洗い、うがい、ご自身でできることはぜひしていただきながら、気をつけていただくことはもちろんです、はい、今日も楽しんでいただければというふうに思います。はい、それでは、このコーナー行ってみたいと思います。はい。ティックダンゲーム。はい。やってきました。さあ、今日もですね、うつうつたすっ飛ばして、皆さんお待ちかねのティックダンゲームに突入していこうと思いますけれども、はい、2月の頭から始めてます。2月、3月、4月、5月、6月、7月、いよいよ5ヶ月過ぎて6ヶ月目に入りまして。はい。ほんでね、これはありがたいことでございますけども。で、前回が、木下剛さんという方から始まりまして、はい、はい。で、その次、大村さんが、宇原重さんって、またうですけど。ああ、またうなんですね。お名前を受けて、私と大村慎吾さんが、その場で、パッとひらめいた架空のお名前しりとりというのを続けていくのがこのエリックダンゲームということでございますので、どんな人が飛び出すか皆さん楽しみにしていただきながら聞いていただきたいというふうに思います。はい。ということは、先週はうで終わってますが、うで今週は始まるということで、どちらから先になるかも決まっておりませんので、今私と大村さんの頭の中に誰も浮かんでおりません。ここから順番が決まった瞬間にスタートいたしますので、皆さん楽しみにしていただければと思います。それでは、はい、先に行くか、じゃんけん、大村慎吾さん、私が高い音で行きますので、低い音でじゃんけんの出したものを言ってくださいね。はい、わかりました。まだいいですけど。じゃあ行きましょう。ま、いい最初はグー、グー、じゃんけん、じゃんけん、パワー。OK。あ、負けました。じゃあ、私はですね、うーを、はい、大村さんに譲ります。え、僕先週もうで来てますから、大村さん。宇原重です。宇原重さんやったんですよね。そうです、そうです。ああ、あの人行こうかな。あ、早速出ましたよ。ええ。うっぱ。うっぱ。うっぱ。え、終わりですか？あ、下の名前がサッパ。うっぱサッパさん。うっぱサッパさん？え、うっぱサッパさん。え、もうちょっと見た目の想像が全くつかないんですけど、うっぱサッパさんが。うっぱサッパさん。なんすかこの人。これね、親戚筋のね、はい、先祖にね、ええ、
キットカットさんっていう人がいたんですよ。まあ、そっちはわかります。キットカットさんね。キットカットさんはなんか聞いたことありますよね、確かに。そうです。で、なんか、だからもう、キット一族はね。キット一族って言うんですか、それ。キット一族はもうね、絶好調です。あ、そうですね。キットカットはもう世界的に有名ですもんね、だって。そうでしょ？はい。で、もう一方、多分、兄貴筋がね、すごい先代の中で、キット、はいはいはい、キット族なの、キット一家なんですよ。キット一家ね。で、弟がウッパ一家になったんですよ。ウッパ一家はもしかしたら全然知られてなくないですか？そしたら。もうね、もう苦渋の生活という苦渋の、ま、人生を歩んでる人がもう何代もいらっしゃる。いや、ちょっと待ってください。キットカットさんは多分その私の知ってるあの、お菓子ですよね。ええ、お菓子の。お菓子で有名なキットカットですよね。はい、ええ、ウッパッパさんは何を広めようとしてたんですか？さっぱりないんですよ。広めるものもない。ええ。もう何もない。ウッパサッパさんの職業は？職業ですか？ええ。戸惑いです。戸惑い師みたいな仕事があるんですか、それ。戸惑い師です。初めて聞きましたね、お仕事、戸惑いっていうのは。だからね、そう、いろんな苦労をされてる方っているじゃないですか。います、います。ね、もうこんな、僕はこんなに不幸なんだとかっていう人いますよね。はいはいはい、そういう人に向けてかける言葉は、うっぱさっぱを見ろと。ウッパサッパ、ウッパサッパでもやってるよと。はあ、それ励ましの言葉なんですね、それが。励ましの言葉です、ウッパサッパ。はあ、いや、これはちょっと私は、初めて聞いた言葉で、ちょっと今まさに戸惑いがちょっとね、私怒ってますけど。そうでしょ？だから、ようね、これ、関西で、よく言う言葉で、いろんなことが悪いことがいっぱい起きて、もうどうしようもなくなるよって言ったときに、うわー、さっぱわややって言うんですよね。うわー、さっぱわややっていう、これの元は、うっぱさっぱさんから来てます。いやー、まあ、このコーナーでいろんな言葉のルーツが出てきますけど、これはちょっと、想像つかなかったですね。ウッパサッパ大変ですよ。もうかわいそう。で、ウッパサッパさん自身は、もうあれですか、結構先代の方でもう亡くなってるんですか？ウッパサッパ今の人です。あ、今の人がウッパサッパなんですか？ええ、もうおじいちゃんですけど。あ、おじいちゃん。もう、お会いしたことはあるんですか、大村さんは。僕ね、まだ残念ながらお会いしてないですね。サッパって名前からすると結構なんですかね、その突拍子もない格好とか派手な格好してるようなイメージですけど、別にそういうわけじゃないんですか？それはね、誰か分かんないみたいよ。あ、河原町のジュリーかっていう噂もあった。噂ですよね、噂。河原町のジュリーっていう人がおったんですよ、実際に。いろんな人出て、河原町のジュリー、ね、これは京都のね、四条河原町のね、四条から三条のこの河原町の道をね、はい、行き来する長髪の長髪のおじいちゃんがおったんですけど、でその人は一見見るとその、まあ、論点の人、なるほど、はい、のような感じなんだけど、実は京都大学の出身だと。なるほど、ちょっとこうね、想像つかないですけど、それは京都大学の出身。京大出身ですごい賢い人だという説もあったりとかね、そういう人が実際おったんですよ。ちょっと隠してるんだ、だからその自分のね、この内面を見せないように。うん、
あ、じゃあ誰だっていうことを特定できないぐらいこう、ええ、いるけれども、それこそ架空の人物みたいな感じなんですね、うっぱさっぱさ。そう、隠されてるんですね。いやー、これでもやっぱり知らないと出てこない名前ですよね。これ想像、うっぱさっぱやっぱ想像力では出てこないと思うんで、やっぱご存知なんですね、その大村さんは。そう、これはね、きっと一族がね、それをね、うっぱさっぱ一族をね、隠してるんですよね。まあ言ったら、だってキットカットがこんだけ有名になると、まあまあ、足かせじゃないですけど、知らなくても別にいいことですもんね。うん、そう、うっぱさっぱが出てきたら、キットカットまずいんですよ。え？うっぱさっぱ。ウッパサッパがやっていたことをね、まあ、ウッパサッパじゃない、ウッパさんのその先祖がやっていた、ウッパ家がやっていたことを、キット家がね、こう、うまいことね、騙し討ちみたいなことをしてね、取っちゃったんですよね。じゃ出てこられるとまずいんだ。出てこられるとまずいんです、ウッパが。ウッパ戦争になっちゃうんですよね、そしたらね。ウッパ戦争。ウッパキット戦争にキットなっちゃうんです。だから、きっと、キット家は、ウッパが出てくるのを嫌ってるんですよ。だから、その、訴状も出さないようにするし、ええ、いたい人のようにしてるわけだ、これ。そうなんです。だからもう、それのね、一番最後の人が、キットカットさんなんです。なるほど。で、キットカットが、ウッパをカットするっていうことで、カットっていう名前になったんです。すごい根深いですね、この戦いは。ええ。で、ここで、ウッパサッパさんをもう全部もう闇に葬って、うん。キット家が、主流に、もう、烈然として主流に躍り出ると。いや、そしたらですよ、今、キットさんたちは、大村さん、何うっぱ家の話してんねんってことになりますよね、きっと。やばい。いや、だって、それは、せっかく皆さん知らなかったのに、キットカットしか知らなかったのに、今この番組聞いた方で、うっぱさっぱを知ってしまいましたよね。どうしよう。言っちゃった。ここだけの話にしといてください。わかりました。サクッと逃げましょう。今日言っていただいた大村さんのうっぱの、ね、名前の最後は、パーです、パー。パーです、パー。はい、パーですね。パって全然次の人のこと考えてないですよね、小村慎吾さんね。そうですか。パ。じゃあいきますよ。はい、おい、当てるじゃないですか。さすが。いや知ってますけど、パリンコミカ。パリンコミカ。パリンコミカさんいきましょう。パリンコミカさんってのちょっと。と聞いたことあるような感じもするんですけど。パリンコミカさんは多分大村さん会ったことあると思いますけどね。会ったことありますか？一回タマリアのイベントにも来てくれてたような気しますけど。え？そんな人？ただね、さっきのお話じゃないですけど、パリンコさん相当恥ずかしがり屋さんなので、ええ。出入り口のドアをこう開けて、ずーっとその隙間から見てましたよ。隙間から見てた。ええ。私は知ってるので、あーってそのステージ上から、あーパリンコさんってやりましたけど、ずーっとこう。あ、わかった。思い出しました？思い出しました。うちさんのお母さん？それはたまりランコです、それは。それはたまりだんこです。今言ってるのは、パリンコミカさんは、すごい細いんですよ。もう体がすごい細くて。あ、そうなんや。いつもピンクの服を、キラキラのピンクの服を着てるんですけど。めっちゃ目立ちますやん、それ。そうそう。だけど、こう、すごい細いから、ええ。横になると見えなくなっちゃうんですよ、横になったら。うん。正面でこう、顔やらって。そうそう、細すぎて横になると見えなくなるので、パリンコさんはこうすぐ横になっちゃうんですけど。ピッと。そうすると人から見えなくなっちゃうんですね、パリンコさんはね。で、このパリンコミカさんっていう方はですね、今まだすごい、いくつかな、まだ20代後半ぐらいですよ、きっと。若い。
若いですよ。すごい綺麗な顔してますけど。うん。パリンコさんはもう世の中にあるそのガラス製品をすべて司っていくパリンコ系のもう霊場ですから、ね、それ割れちゃってないの？いや、これがねやっぱり皆さんお気づきだと思うんですけど、やっぱり割れた時の音、皆さんね、うん、パリンパリン言うと思うんですけど、はいはい、これあのパリンコさんのもう相当昔のまあねご先祖さんになりますけども、はい、その方が言い出したことによって、まあ、そういう割れた音のことをパリンというようになってますから。はあ、そうなんや。これ実際はね皆さんもあのガラス製品ね、まあ、本当ないですけど割ってしまったあると思います、ね、実際 ね、まあ、不可抗力で割ってしまったことたくさんあると思うんですけど、うん、どう聞いてもね、パリンとは言ってないです。うん。カシャーンとか、パリンっていう音がするんですけど、先祖のそのね、パリンとずっと祖先の方が割れる音の時に、こう、あ、これじゃひどい音するわと思って、パリンって思わずこうね、言ってしまったところからの今の流れですから、皆さんこのガラスが割れた時のパリンという音は、パリンコさんの名字だということだけ今日は覚えていただけると。なる。コは何でついたん？あ、パリンコのコはリズムです。リズム。リズム。おお。あのジャリンコチエと一緒ですね、それね。ああ、パリンコチエと一緒。パリンコチエってことか。ジャリンコ、なるほどね。じゃがりこもそうやね。じゃがりこもそうです。パチンコ。じゃがりこもそうやね。パチンコもそう。あれは本当はパチンなんですけど。え、あれは、パーがつい、リズムとしてついたんじゃないの？パチンコは。それ、パーだけ取ると違う。違う。それはもう言わないですか。じゃあ、パチンが根本です。ああ、なるほどね。鍵持っていつも生活してる鍵っ子って言いますよ。だからね。ああ、はいはい、鍵っ子って言いますね。鍵持ってる子のこと、まあ、鍵なんですけど、なんか鍵持ってるってこと、鍵っ子ってもうなんか、最後に勢いでつけて、やつのパリンコミカさんです。なるほどね。ぜひ皆さんだからこうお皿が割れてしまったりするときにガチャンというやつをパリンと聞こえてくるのはパリンコさんのお家のおかげですから、皆さんその都度パリンコさんにありがとうという気持ちを持って丁寧に割ってしまったやつを片付けていただければと思いますので、はい、皆さん、はい、そこは覚えておいていただけたらありがたいなというふうに思います。はい、ということで8月の、はい、1週目もこんな感じで皆さんエリック団スペシャルということをお届けさせていただきましたので、また、来週は今度はミカさんのカから始まりますので、また楽しみにしていただければと思います。はい、はい、ということで、まあ、8月に入りましたが、皆さん冒頭にも言いましたけど手洗いうがいを忘れずに、自分でできることを繰り返しやっていただいて元気にまた来週お会いできればと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今週お相手はいつものような私宇津雄一とうっぱさっぱでした。言っちゃってる。それでは皆さんまた来週。さようなら。さようなら。言っちゃダメだって。言っちゃダメだ。今日ね、ありがとうございます。いろいろ来てるんですよ。あら、そうなんですか？チャンネルユーさんが。はい。ちょっと待ってさん。テツさんが、さっき行ったさん。こっち来たさん。みんなよく知ってる。もっと見てさん。ちょっと無理さん。会話してますよ、そこで。ずっとそば兄さん。サッとスルーさん。めっちゃすごうさん。言っちゃあかんさん。ちゃっちゃとしーさん。すごいな。で、うーん、参りましたっていうの、これ、てつさんとチャンネルユーさんのやりとりかな。もうこれはすごいです。うっぱさっぱさんから、二人でのやりとりになりましたから、これ。ねえ。いやー、これ、いや、てつさんに5ポイント、あ、5ポイント動きました、今。いや、これ、小村さん、よかった、これ全部今紹介していただいて、これ、YouTube 版にこれ残りますから。ねえ。これ、すごいな。ねえ。こういう遊び方できるんですね。大村慎吾さんの言葉の雰囲気から。ああ。いや、
これはすごいわ。お見事でございました。お二人素晴らしい。すごい。お見事。絶対もうパリンコミカのこと聞いてないでしょ、この二人ね。パリンコミカ聞いてなかったね。聞いてないと思いますよ。もうそっちの方に。どんどん分かってきて。いや、本当にありがとうございました。こんな感じで。ありがとうございました。2つは8月の1日土曜日夕方4時10分から鎌倉 FM のホームページで聞くことができますので、ぜひよろしければ、はい、いただければと思います。はい。よろしくお願いします。あとね、ケツカッチンカッチンですから。はい。鼻水吸気、気をつけていてください。行ってきます。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた、皆さん、今日の10時にまたよろしくお願いします。はい、今日の10時で。今日でめっちゃ面白い話します。うわ、いい話で。虫の知らせってあるでしょ。虫の知らせ。虫の知らせとはっていう話を、一昨日したんですよ。はい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 。そしたら、リアル虫の知らせが来ました。うわ、シンクロだ、また。シンクロです。そのお話をします、今日。うわ、楽しみ。皆さん、ぜひ夜10時、大村慎吾さんのチャンネル行っていただければと思います。はい、よろしくお願いします。ました。どうも。